上級の A6 とかそのあたりとですね雰囲気近いような安っぽく見えちゃうかなっていうところだし、力がグッと出てこないような瞬間が感心できる味付けになっていて、まあいい感じで。ラブカシ TV 川口学です。今日はアウディの新型 A3、 こちらを試乗するタイミングがついにやってきました。もう皆さんにはすでに内外装チェックお届けしてますけれども、日の光の下で改めてチェックしてから試乗ということで行ってみたいと思います。で、顔つきですけれども、シングルフレームグリル小さくなって非常にまとまりが出たなという感じはありますよね。なのでコンパクトなモデルですけれども、上級の A6 とかそのあたりとですね雰囲気近いような感覚もありますし、むしろ A4 の顔よりもこちらの方がさらになんかこう落ち着きのある品のある感じになったんじゃないかなという印象を受けます。このやっぱり薄い感じでグリルが入ったのが今回新しいところですけれども、まあ、これ他のモデルでも同じようになってるんですが、この A3 の顔つきがより今のラインナップの中では一番落ち着いて見えるというところあります。そしてこのヘッドライトやっぱかっこいいですよね。 LED がきっちりと分けられて入っているので、高品質感を醸し出しているなというところがあります。で、まあ、このあたりはブーメランがついているのは他のモデルと同様という、だから今のアウディのデザインの流れは完全に持ってるんですけれども、ちょっとずつ新しいというそんな感覚ですよね。で、特にフェンダー周りの造形が非常にユニークなんですけれども、実はかなり凝ったことをしていて、このあたりにもライン入ってますし、このあたりにもライン入ってますし、で、通常のキャラクターラインが入っているので、パッと横から見た時に実際の張り出し以上にこう張り出しているように見えるんですよね。そこがすごく特徴的な部分ですね。で、そのラインがドアの横までこう入っているので、フェンダー全体がこう長く存在感のあるものとして、まあ、映っているのかなというところですね。さらにリアの方を見ていくと、リアも同じようにやっぱりこの辺りからラインがキューッと入っていて、こういう技を使うことによって実際のリアフェンダーの張り出し以上の張り出しを見せているということで、新世代のアウディデザインならではというところですよね。この辺りはおそらく今後のモデルにも何か生かされていくのかなというふうに感じます。で、リアから見ていくとこのような感じで、リアは横長のテールレンズ特徴になってますけれども、これがですねちょっとこう内側に行くに従って少し下がってるんですよね。なので非常にこう精悍な印象が出るのが特徴になっています。こうして見るとリアフェンダーそれほど盛り上がってないんですけれども、横から見た時にかなり盛り上がったものに見えるという、このあたりのやっぱりテクはアウディならではだし、デザインの巧みさという意味ではさすがアウディだなというように感じるところですね。で、ちなみにこのモデルでファーストエディションですけれども、装着タイヤは225の 40R18 という18インチサイズが採用されています。まあ、通常の本当にアルミ色のアルミですけれども、実はよく見ると表面が切削されていて、内側は一応塗装になってるんですね。あんまりツートンには見えないですけれども、まあ、非常にシンプルな感じの10本スポークのアルミということになります。エンジンを開けますと、こちらが今回特徴的なのは1リッターの3気筒のユニットが搭載されているということですね。で、数値的には大した数値ではないんですけれども、今回 48V のマイルドハイブリッドが加わってますので、要するにベルトスタータージェネレーターによってアシストを行っているという、まあ、ついにマイルドハイブリッドになったと。なのでベーシックなモデルはこの M ヘブがついて、 S3 なんかは2リッターの直噴ターボですけれども、ベーシックモデルに M ヘブがついたというのが特徴になります。で、インテリアをチェックしたいと思います。インテリアはもうすでに皆さんご覧になっていると思いますけれども、このファーストエディションの場合はブラックのシートで、センターがこのグレーの、そしてブルーのラインが入った仕様になっているのが特徴と、それ以外はかなりあっさりしていて、まあ、今回の A3 欠点といえばこの辺りですよね。ちょっとやっぱりソフトパッドなんですけれども安っぽく見えて、さらにその下の部分、ここは本当にハードプラなんで、ちょっとこの辺りがね安っぽく見えちゃうかなっていうところだし、まあ、以前に比べるとちょっとチープな感じが否めないかなと。それはまあ実際に乗り込んでみてもそうなんですけれども、センターコンソールの下あたりの樹脂とか、ドリンクホルダー周りの樹脂とか、このあたりはね、まあさすがにちょっと安っぽいかなという感じがします。ただこの上面はソフトパッドにはなっているというところで、まあ、いわゆる一番上のラインはソフトパッド で下は樹脂でというところですね。ただし手を握るグリップなんかはこのようにウレタン塗装はかけられていると。で、アルミのパーツもまあ入ってますけれども、やっぱりこの下の部分の樹脂とのちょっとね、こうコントラストがなかなかちょっと気になるところでありますよね。
コックピットですけれども、バーチャルコックピットになっているのはご存知の通りですが、今回このメーターの両サイドにエアコンの吹き出し口が備わってるんですね。これによって今までよりもちょっとメカっぽいデザインになったのが特徴と言える部分です。で、スタート&ストップを押す。エンジンの始動静かですね。今までみたいなブルンというのが限りなく抑えられています。非常に小さな音でブルッとなるぐらいですね。ナビは、まあ、ドライバーに対してオフセットしているタイプと、そしてその下にエアコンの操作系ですけれども、これ物理スイッチになってるわけですね。イートロン GT も物理スイッチになりましたけれども、この A3 も物理スイッチになっていると。で、その下にハザードとかパーキング関係とかですね、そういったもののボタンがあって、さらにその下に USB のポートが2つあって、置くだけ充電があって、そしてシフトは、まあ、レバーになったというのはゴルフ8なんかと一緒というところですよね。なのでこのあたりすっきりしています。これがシフトレバーです。なのでこうちょっとつまみをこう動かす感じで操作するという、まあ、このあたり賛否両論ありそうですけれども、まあ、すっきりしてるという意味では非常にすっきりしてますね。で、縦のドリンクホルダー2つと。で、ドライビングポジション取るとこのような感じで、まあ、天井は拳1個半ぐらいのスペースがありますね。まあ、このあたりちょっと迫ってきてるなっていう感じはありますけれども、そんなに著しく閉塞感はないです。そして何よりこのモデルになってこのコックピット感が非常に高いのが印象ですね。ではリアシートチェックしたいと思います。身長168センチの僕がドライビングポジションを取ると、膝前は 1,2,3 拳3つ分ぐらいのスペースがあります。ただし足元はルーフレールが結構出張ってるので、このあたりちょっと気になるかなというところですね。で、座面ですけれども、膝裏のちょっと手前ぐらいまで来てますので、割としっかり座れるぐらいの座面の長さはあります。で、背もたれ、僕の肩に拳を乗っけたよりもさらに上にありますので、ゆったりと座れますし、まあ、この車の場合ルーフラインがそんなに下がってないので、この辺りの閉塞感がないのがいいところですね。窓は、はい、ほぼ全て開くと、これはいいところですね。で、まあ、後ろもやっぱりこの辺りちょっと樹脂っぽい感じがあって、フロントはここがソフトパッドだったんですけど、リアはこうハードプランになっちゃうわけですね。これ残念ですね。ルーフライニング黒ですけれども、そんなに閉塞感はないかなと。ではラゲッジをチェックしたいと思います。ちなみにラゲッジですけれども、はい、こちら開けますと、まあ、大きさは標準的なサイズということで、今2段になっていて、これ下に下がってますけれども、上に板をずらすとこのような感じで、まあ、フルフラットになるというところですよね。で、このような感じで4対2対4の分割カートになっていて、このレバーで、はい、倒せば、まあ、真ん中も一緒に持ってかれるような感じになっております。なので、まあ、リアシート背もたれ倒すと相当にスペースはあるかなというところで、このあたりは使い勝手非常にいいハッチバックということになります。というわけで実際に試乗してみたいと思います。さあ、ついに来ましたアウディの新型 SE 初乗りということで、もう皆さんご存知のように、もうすぐ日本ではフォルクスワーゲンゴルフ8登場しますけれども、日本市場ではそれより先にこちらの A3 が登場したということになるわけですね。アーキテクチャはほぼ同じ、味付けはそれぞれのブランドで異なるというところですけれども、果たしてどんな印象なのかなというところに相当やっぱり期待を持って乗り始めたわけですね。というのもゴルフ8海外で乗った時にやっぱりすごいなというところは痛感しましたので、ならば A3 さらにいいものになってるだろうなという予測で乗り始めたわけですけれども、やっぱり相当いいです。もうね、驚いてます。やはりこのクラスの頂点にするゴルフと、まあ、アーキテクチャを分け合っているモデルですから、悪かろうはずがないとは思いましたけれども、いや相当にいいなというのはもう本当に最初の印象です。やはりこのクラス、世界で高レベルな戦いが繰り広げられているクラスですけれども、まあ、日本で言えばマツダ3登場して、まあ、僕はゴルフ7よりも上だというふうに評価しましたけれども、非常にやっぱりいいところにマツダ3行って、まあ、その後もうちょっと進化してほしいなという部分はあるにせよ、このクラスにおいて一つ、まあ、指標と言えるところまで達したかなという、そんな仕上がりでしたよね。もちろんそれと比べたゴルフ7も相当にバランスのいい車だというのは間違いないところだったわけですけれども、マツダ3いいなというのは感じていて、まあ、その後
実際に海外に今度はゴルフ8を乗りに行ったら、やっぱり進化するといいねっていうところをですね、今度は痛感するというような事態に陥って、まあ、マツダ3もですね、頑張ったは頑張ったんですけれども、やっぱり最新のゴルフと比べるとなかなかに難しい部分はあるなと。そんなゴルフ8早く日本で乗れないかなと思っていたわけですけれども、その前にこの A3 を試乗するというタイミングになったわけですね。そして乗ったらやっぱりすごいと、その一言に尽きるなというのが僕の今回のもう正直な感想ですね。で、今回の A3 なんですけれども、まずアーキテクチャは MQB ですね。フォルクスワーゲングループが最も多く台数をさばいているアーキテクチャ、これを用いていて、まあ、当然ゴルフ8もそうでしたけれども、今回のこのアウディ A3 も先代モデルからキャリーオーバーしているということになるわけですね。もちろんキャリーオーバーはしてますけれども、細かなところに手は入っているということで、今考えられる最新の性能は全てここにインストールされていると。ただフォルクスワーゲングループ、この MQB をキャリーオーバーした裏にはですね、やはり理由があって、なぜこの MQB をキャリーオーバーしたかというと、そこには新たな電動化プラットフォームがあるからと。もうすでに本国では ID という名前で電気自動車登場してますけれども、これらが用いているアーキテクチャは新世代のもう電動専用プラットフォームということになっているわけですよね。そういったプラットフォームを起こさなければいけないがゆえに、内燃機関を搭載していたこの MQB はキャリーオーバーされてブラッシュアップされたという、そんな流れを持っているわけですね。なのでフォルクスワーゲングループにおいては、このアーキテクチャというのはもう結構なノウハウが詰まったアーキテクチャということになるわけです。とはいえ乗ってみるとやっぱりしっかり磨いてきてるなというところはね、本当に感じるところで、この乗り味の良さはこのアーキテクチャの素の実力の高さがいかに高いかを物語ってるぞと。で、今回 A3 なんですけれども、僕が今試乗しているのはファーストエディションという、まあ、デビュー記念車みたいなもんですけれども、さまざまな装備が備わっていて、結果を買い得というような、そんなですねモデルなんですけれども、この通常の SE スポーツバッグに搭載されるエンジンは1リッターの3気筒の直噴ターボなんですね。アウディで TFSI というふうに呼んでいるエンジンです。これが搭載されています。ただしやはりここは時代だなというところで、48ボルトのマイルドハイブリッドということになっています。まあ、これはつまりエンジンのクランクのところにですねベルトを通してあげて、スタータージェネレーター、これを介しているわけですね。でエンジンの始動なんかはそのスタータージェネレーターを介することによって、いわゆるですねセルみたいな感じでブルンと目覚めるような感じも少なくなりますし、さらに再始動なんかも静かに行えるというような、そんなですねことを行ってますし、そのスタータージェネレーターで、まあ、電気をちょっと貯めて使ってというようなことも行っている、いわゆるマイルドハイブリッドになっているということですね。このあたりはやはりもう欧州の自動車メーカー電動化待ったなしと言えるところで、ベーシックなラインナップでもこのようにマイルドハイブリッド化しなければ規制をクリアしていけないという裏事情があるからで、そんなわけでこの A3 も1リットルの直列3気筒を搭載した最もベーシックなモデルですけれども、マイルドハイブリッドになっているということです。でこのエンジンは最高出力110馬力、最大トルクが200ニュートンと、まあ、スペックで見ると非常にベーシックな数字というところで、特に驚きはないわけですけれども、ここにベルトスタータージェネレーターが組み合わされますので、まあ、始動なんかはそれがクッと回って、プラスアルファの力をアシストしてくれるようなものになっているというのが特徴ですね。で今も信号変わって、動き出す前にエンジンがスッとかかりましたけれども、そんなにこうブルンと震えるような感じがなくて、スルッという感じでエンジンが始動していくところがいいですね。やっぱりこの辺りは新しい時代のモデルだなという、そんな雰囲気があります。で実際にドライバビリティどんな感じかというと、1リッターで110馬力200ニュートンしかないわけですけれども、やはり始動とか発進のプラスアルファのところで少しアシストがあるので、そんなになんかこうパワーがないぞっていう感じはないですね。まあ、一番気になるのはこう巡航していて踏み直した時に力がグッと出てこないような瞬間が時たまあるので、これがちょっと気になるところではありますけれども、普段使いを考えると
全然なんか全く力ないですよみたいなところはないですね。200ニュートンありますんで、その200ニュートンの力でグッと押してくれるだけのフィーリングは出てますから、このあたりはまあそんなに心配するようなものではないかなというところですね。で、車両重量も1320キロなので、まあ、比較的軽量な方ですから、この1リッターでも随分とスイスイと、まあ、今も実際に街中スーッとですね走っていくような、そんな感覚はきっちり作り込まれてますね。ただやっぱり3気筒の直噴ターボで最大トルクも低回転から出てるので、全開にするとまあ頭打ち感というか伸びない感じというのはどうしても出ちゃいますよね。これは致し方ない部分ですし、まあそもそも排気量も小さいのでしょうがないところですね。なので街中でなんかこうちょっとダッシュしたいというような時はスッと動いてくれますけれども、高速なんかでアプローチで長い距離なんかだと少し歯がゆさが残るかなという部分はありますね。で、今回何より感心したのは乗り味ですね。本当にびっくりさせられたというのが正直なところで、この車装着タイヤ18インチなんですけれども、乗り心地はねかなりいいですね。しかも A3 の場合、この A3 スポーツバッグ最もベーシックなモデルはリアサスがトレーリングアームなんですね。トレーリングアームでここまで来たかという感じで、非常にまろやかな乗り味があります。なので僕はこれドライブセレクトでコンフォートになってるんだろうなと思ってパッて見たら、なんとドライブセレクトついてないんですよ。なのでこれはもうメカサスで固定の減衰力ということですけれども、にもかかわらずここまで仕上げたかという感心できる味付けになっていて、まあいい感じで心地いいです。もちろんトレーニングアームなんでやっぱり限界はあって、段差が結構大きなところとかだとその時の揺れというのはボディがこう動くような感じの揺れまで出ますけれども、でも両路で走った時のこの感覚というのはすっごくいいですよね。なので段差次第で、まあ、ちょっと変わってきますけれども、ちょうど今走ってるようなこのレインボーブリッジのあたりとかは本当舐めるような感じでスーッと走っていって、今もう目地段差を、はい、通過してますけれども、このジョイント通過の良さ、はい、こんな感じです。もうね、いや、よく仕上げたなというところですし、まあ、最もベーシックなモデルにしてこの仕上がりかということを考えると、アダプティブのダンピングがついたら、まあ、相当にしなやかな感覚が生まれるでしょうねと言える、そんなものになっています。でね、音も静かですね。本当にこの辺りはうまく作り込んでるなっていうところを感じさせるもので、まあ、今当然平滑な路面走っているので静かなのはもちろんなんですけれども、これが粒の粗い路面に行っても結構頑張るなという印象を今回受けました。ここもいいですよね。今浜崎橋のところですけれども、このジョイントこれでいなしていけるっていうのはやっぱりすごくいいですし、速度上がれば上がるほどフラットで、なおかつその振幅も非常に少なく抑えてるなっていう印象を受けますね。でもうブッシュまでたわむぐらいの入力だとさすがにブルンブルンしますけれども、その手前までだったら本当に綺麗にいなしてるなっていうところがすごく感じられます。いや、でもこれをね、やっぱここまでまとめてくるかというふうに感じますし、これ実は今日は5月の14ですけれども、あと半月ぐらいでゴルフ8試乗会があるんですね。で、まあ実際出せるのはもっと先なんですけれども、ここまで A3 仕上がってるから、ゴルフは果たしてどういうふうになってきてるかなっていうところですよね。アウディとフォルクスワーゲンのブランドの違いによってどのくらいの違いが生まれるのかというのはかなり気になるところ。ただ A3 がここまで来てるということは、ゴルフも相当に来てるだろうなというところは予測がつきますよね。そう考えると、まあ恐ろしい仕上がりだなというのは間違いないところですよね。で、今回試乗しているA3 のスポーツバック、まあ、非常にいい仕上がりでちょっと驚かされたなというのが正直なところで、まあ、エンジンは
1リッターですからそんなにこうパワーがあるという感じじゃないですけれども、今の時代にふさわしい、なんか効率的なこうトルクが気持ちよく出てきてスーッと進んでいくところがあって、でなおかつ足が良くてという、なんかこう結果振り返るとその仕上がりというのは新たな時代になったけれども、この内燃機関の車の行き着くべき場所、そこにきっちりと到達している、そんな仕上がりだなというところですよね。まあ今時では電気自動車なんかもたくさん出てきてますから、もっと静かで滑らかで力強いとか、そういった車はですね多く出てきてますけれども、まあ言ってみればこの A3 は内燃機関の車でできることの究極を突き詰めた C セグメントのハッチバック、そんな風に表現できる車に仕上がっているなということを感じます。その意味では非常にバランスに優れた仕上がりの1台と言えるところですね。今回乗っているファーストエディション、価格なんですけれども、こちら453万円ということになります。まあやっぱり最近の車モデルチェンジになると、どんどん割高な感じになっていくなというところは致し方ないところですよね。まあ最もベーシックなモデルなんですけれども、ファーストエディションで装備が充実しているということもあるので、そのあたりは致し方ない部分かなと思いますけれども、とはいえやっぱり450万円という価格を見ると、ムムムッと感じるのは正直なところですよね。まあただいいのは、このモデルの場合はファーストエディションですので、いわゆるオプションで後からなんかこうつける装備みたいなものがほぼないので、もう実際にこの車も何もついてない状態です。それでも充実した内容になってますので、この部分は良きところかなと言えるものですね。まあ果たしてあとはゴルフ8登場してどのような乗り味走り味なのか、そして価格がいくらなのかというところで、この A3 の450万という値段も印象としての上下が出てくるのかなというふうに感じます。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければ、あなたの次愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカツ TV では取り上げてほしい車企画ございましたら、コメント欄に受け付けていただければと思います。そして高評価の方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカツ TV 川口学でした。